それでは今から動くパグちゃんのラインスタンプの作り方をレクチャーしていきます。動くスタンプを作るにはどういうふうに、進めればいいのか、どんなソフトを使えばいいのかなどをレクチャーしていきます。今回はアニメーションスタンプ16コマの、スタンプを作りましたので、その公開手順を見ながらお話ししていきます。今から手書きで描いたパグのイラストの動くラインスタンプを作っていきます。手書きで描いたイラストをスキャナーで取り込んで、私はまず背景を透明にしていきます。背景の部分を今は Photoshop というアプリケーションでデータを開いて、それを一つのレイヤーの中に重ねていって、一つ一つ背景を消していく作業を今しています。1枚目は少し実際のスピードでお見せするんですけど、はい、私の絵の場合は毛の輪郭、ほわほわした輪郭線を生かしていきたいので、パスで切り抜きするっていうよりかは色を選択して、選択ツールでその対象の色を削除するという、色域指定、色を選択して切り抜くやり方を採用しています。はい、でここからはちょっと10倍速で見ていただいてるんですけれども、同じ要領で今作っている16コマ、17コマ全部を切り抜きしていってます。で、やり方はいつも同じで、ダダダダダーとこう流れ作業のように切り抜き作業をしていきます。で、結構単純な仕事ではあるんですけど、結構切り抜き方っていうのはやっぱり愛が出るかなと思ってるので、これは人任せにはできずに全部自分でやってます。はい、もうちょっとでね、終わります。あと3枚ぐらいですね、切り抜きしていってます。で、分かりやすいようにブルーの背景をね、入れてたんですね。はい、全部ここで切り抜きできましたら、今度はそれを1枚1枚背景透明のデータとして、保存していきます。で、保存するときはですね、番号をつけて保存していくんですけど、01っていう0スタートの番号でつけていきます。01、02、03っていう感じで、必ず最初に0を入れて、数字を保存していっています。で、保存する形式っていうのは背景透明の形式、 PNG のピングの形式で保存していってます。で、ここからもちょっと4倍速ぐらいで見ていただいてますね。あとはもう流れ作業で番号を変えて、ひたすら、レイヤーを一つずらしては表示させて、保存していく。すると、微妙に違うアニメーションの画像が番号順に並べられて保存していくっていう感じで、LINE アニメーションに登録する下準備、下素材が揃うわけですね、これで。はい、もう少しで終わりますね、この保存の作業も。今15番目、はい、15コマできたら、できたものがちゃんと動いてるかチェックしてみます。01から15まで一気に開いて、
はい、ここから動きを、はい、確認しています。ちょっと小さくて分かりにくいかもしれませんが、ちゃんと動いているなっていうのですねを確認できました。アニメーションスタンプの文字入れをしていきます。手書きで書いたものに、手書きで書いたこのハッピーっていう文字を入れていくんですけど、このラインスタンプは1から17枚まである17コマあるんですけど、こちらですね、17コマに完成形の配置でレイアウトで、文字をはめて、はめて、ですね、あとは順番にだんだん拡大して入ってくるような感じにしようかなと思ってるので、次は17の次はその1個前16ですね、16番にもこのハッピーっていうやつを入れるんですけど、このハッピーって前これですね、前17のコマの時に配置していた大きさ、同じ大きさのものを16に配置したけど、今度16の時は少し拡大縮小してちょっと小さくしていこうかなと思います。だんだん小さくなっていく感じです。はい、で16は、17よりかは、はい、これ17よりかは16の方が少しちっちゃくなってますね。絵も動いていってます。はい、で17の方はもうこれは、一つにして保存して消しときます。はい、で今度16のこのや文字のやつを今度15に、移していきます。この文字を15番ですね。アニメーションの場合はちょっとちょっとずつ大きさを変えていくとか、まあ、微妙な動きでいいのでやっていくと、なんかこう人の興味が引かれるような、少し小さくしていくっていう感じでいいと思います。はい、絵の方が十分動いてるので、はい、今日あったやつは消して保存していきます。で今度15番の次は、同じく14番で、はい、今度この絵のところに先ほどの、ハッピーっていう文字を入れて、で今度14番のこの文字も少しまた縮小をかけていて、だんだんちっちゃくなっていく感じです。ってなると最終的に、スタンプを開いた時に文字がだんだん拡大して、見えるみたいな感じになるかなと思うので、はい、まあ、こんな感じで流れ作業で14の次は今度13番をこれ、ね、文字を13番のところに持っていって、はい、で終わったやつ14番は消しときます。はい、で今度13番もだんだんちっちゃくなっていきます。拡大縮小してちょっとキュッとちっちゃくなっていって、で続いて12番、はい、まあ、こんな感じで文字をペーストで、ペーストしたら前回の大きさよりかは少し小さくしていく、徐々に小さくしていくとアニメーション効果が生まれていきます。はい、でこれはお好みの枚、お好みの縮小率で大丈夫なんですけど、はい、はい、こんな感じでだんだんちっちゃくなってきましたね。私は結構細かめにやるのが好きなんですけど、
まあ、この辺ぐらいまで来たらあと1回ぐらいにしとこうかな、今度は今度11の次は10番にこれをポト文字を彫り込んでいきます。もうだんだんちっちゃくなってきたのでこれぐらいでやめとこうかな、こんな感じでね、で、まあここまでできてきたら、動きのチェック、今ここに1から17まであるこのコマを文字入れしてたんですけど、ちょっと動きのチェックしてみます。これを全部選択してクリックすると先のこれ1、ここをちょっと見といていただきたいんですけど、ちっちゃいけどちょっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、こっから文字入れしていきました。はい、ここで完成形です。はい、見えましたかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、ハッピーっていう感じで出てくる感じです。はい、この文字出しのタイミングとかは、まあ、人それぞれ好きなタイミングで出してもらったらと思います。はい、これで、着々とコマができてきました。いよいよこの後アニメのコマで、動きを作ったものを圧縮していってアッピングっていうファイルの作成をして登録申請するところまでをレクチャーしていきます。